収容前の SCP-1991。適切な給仕によってすでに栄養失調からは回復している。アイテム番号 SCP-1991。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-1991 はサイト、19生物学的標本棟にある 5×5×5 メートルの収容室に封じ込めされます。SCP-1991 の挙動を鑑み、脱走を防止するためにはドアの施錠のみで十分だと考えられます。SCP-1991 には毎日、牛肉 3kg を調理してすりつぶしてから与えます。水は海馬桶で提供し、常に補充状態を保ちます。収容室は毎週 D クラス職員が清掃します。説明 SCP-1991 はサイバネティック構成要素の移植による強化改造を施された、体長2メートルの未知の雌雄の4足哺乳類です。移植された構成物と生体組織は両方とも、極度の経年劣化と一致する損傷、治癒の不十分な刺し傷、皮膚の下にめり込んだ様々な口径の弾丸、工業用切削レーザーのそれに匹敵するやけど、飢餓の兆候を見せています。SCP-1991 は身体的虐待もしくは外傷によって精神的ダメージを負っているらしく、大きな音、急な動き、職員による攻撃またはそう捉える行動に対して激しく恐怖する様子を示します。SCP-1991 の胴体部は概ね人型であり、同じ長さの細長い手足を有しています。すべての四肢の先には、手、があり、これは細長い鍵爪を除いては大型霊長類のものと同様です。頭部はミイラ化した犬の頭蓋に似通っており、細長い舌歯があります。皮膚は劣化した革素材に類似しており、もつれた毛皮が、主に足首と首の後ろの周囲に生えています。SCP-1991 に終わりません。発見時の SCP-1991 は、膨張した腹部や細くなった手足など、飢餓と一致する特徴を示していました。収容下で適切な給仕が行われているため、これらの特徴はすでに治っています。サイバネティックは機械的な、首は、右前肢における正体不明の構造体の移植、歯及び前肢の鍵爪と置換された鋭い鋼の歯、そして未知の理由による、データ削除、径の改変からなっています。首は、は首の前面に埋め込まれた丸い金属板であり、小型スピーカー1機、弾丸による損傷で機能せず、ビデオカメラ6機、うち2機はレンズが破損。明らかに中枢神経系への結合、制御を目的とする、データ削除、繊維の複雑なネットワーク、で機能せず、が組み込まれています。首は、のネットワークを介した中枢神経とカメラの接続が機能性を失っているため、SCP-1991 は盲目です。右肢の構造体は、小さく機械的なペンチと、遠隔操作重機のトリガー装置に類似している長い回転式金属棒で構成されています。ペンチの目的は上述した兵器の取り付けシステムであると仮定されています。SCP-1991 実験ログ。行動実験ログ 1991-1。性の刺激に対する SCP-1991 の挙動に関する実験。監督者、博士、刺激博士が、ごく普通の穏やかな声で、こんにちは、と言った。対象の反応 SCP-1991 は博士の入室を察知すると収容室の一番遠い隅にうずくまり、差し出された博士の手をためらいがちに舐めた。監督者、博士、刺激 SCP-1991 は、博士から頭を、ポンポン、と撫でられた。対象の反応 SCP-1991 は喜びの表現と思われる、ゴロゴロという音を発した。監督者、博士、刺激 SCP-1991 は、テディベアの形をした一般的な犬用噛みつき玩具を与えられた。対象の反応 SCP-1991 は前足で玩具を突き、ピーピーと音を鳴らさせた。玩具が除去されると、SCP-1991 はすすり泣くような音を発し、収容室の一番遠い隅につくばった。記録収容。行動実験ログ 1991-2。負の刺激に対する SCP-1991 の挙動に関する実験。監督者エージェント、刺激エージェント、が、大きく威圧的な声で、こんちは、と言った。対象の反応 SCP-1991 はエージェント、から最も遠い収容室の隅へ即座に移動し、ボール状に身を丸めようと試みた。監
監督者エージェント、刺激エージェントは、SCP-1991 の目の前で手を打ち鳴らした。対象の反応 SCP-1991 はすすり泣き、前足で顔を覆うと試みた。監督者エージェント、刺激収容室の外部でスターターピストルを鳴らした。対象の反応 SCP-1991 は収容室の床に失禁し、ドアの反対側にある壁際で実験終了時まで震えながらつくばっていた。記録収容。歴史 SCP-1991 は1900年月日の小さな町であるデータ削除にてゴミ箱を漁るモンスターの報告に続き、財団エージェントによって回収されました。不老者に関するカバーストーリーが付与されました。